監督をやってる時でもこの球団をやめなきゃいけないんだっていうんだったら、12球団、他の11球団あるんだから、それでオファーを待てておこうっていうことは言うよ。で、必要としてる球団があるんであればね、そこでやればいいじゃないかっていう、何も球団はここだけではないんだよっていうことは常々言ってたけどね。だって野球選手は野球を取ったら何が残る？まして小さい時からそれをずっとやってきて、その世界しか知らないやつに世間の目って冷たいよ。だから、やめさせられる選手じゃなくて、自分からやめろっていう選手になれっていうんだ。確かにずっと監督の時はそう言われてましたよね。だから選手の時と監督になってから何も変わってないんだ。立場は違うけどね。どうか俺流チャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。